はい、皆さん、こちらネット物販講師の黒沢です。今回は初回のテストマーケティング、ネット物販を始めて最初の買い付けで、何商品ぐらい、いくらぐらい、何バリエーションぐらい、何ロットずつぐらい買い付ければいいのかということについて話をさせていただきます。先に申し上げておくと、ネット物販のみならず、すべてのビジネスに共通して言えることなんですが、一個の絶対的な答えっていうのは存在していません。むしろたくさん正解がある中で、 自身の状況に合わせてどれが一番最適解かというのを見出していけば、それがおのずと皆さんの買い付け内容になってきます。しかし初めてのテストマーケティング、不慣れなこともあって仕方ないんですが、完璧を求めようとしたり、唯一絶対の答えはないかと思ってまさぐるように探してしまって、そこで、 先に進めなくなってしまう方っていうのがかなり多くいらっしゃいます。よって今回は未経験者初心者の方が陥りやすいポイントも含めて解説させていただきます。まず気をつけていただきたい3つのポイントからお話しします。1つ目、同じような商材だけを大量に買い付けるのはやめましょう。例えば10商品買い付けるとしたら革の長財布、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 革の長財布みたいな買い付けの仕方っていうのはかなりリスキーです。極端な言い方です。 ば商品っていうのは売ってみるまで売れるかどうかわからないわけですよね逆の言い方すれば売ってみれば答えがわかるお客様が答えを教えてくださる amazon っていうのは我々が答えを出すのではなくてお客様に答えを出していただく商売であるとも言えるわけなんですがご自身がこれ売れるだろうっていうふうに主観的に思い込んでしまって妙にこだわりを持ってしまってその商品だけ出したところで例えばその市場自体があまり動かない市場だったりニーズがなかったり 水を見誤ったりした場合商品全部総崩れになってしまうわけなんですねよって特定のカテゴリーの特定の商品の類似品ばかりをドバドバドバっと出すことはやめましょう2つ目一つ目のポイントと同じ話なんですが一つの商材の全バリエーションをドバドバドバと大量に出すことも最初のテストマーケティングでは避けた方がいいです例えばパーカー1枚出すのでも s サイズから3 xl までたくさんサイズバリエーションがあってカラバリ も色ぐらいあったとしますよねサイズバリエーションが6種類あって、カラーバリエーションが10種類あったら、6×10 で60種類のその商品を出す必要が出てくるわけなんですが、これも先ほどと同様、総崩れになるリスクがあるので避けた方がいいです。未経験者初心者の方って、方向性がよくわからない例えば一つの商品のどのカラー出したらいいのか、どのサイズを出したらいいのかっていうのがよくわからなくなって、だったら全部出せばいいやっていう発想に至ってしまう方、 かなり多いんですが、これはとてもリスキーな話です。ご自身が出そうとしている商品の類似品をアメリカアマゾンだったらアメリカアマゾンの市場で見てみて、お客様のレビューをチェックすれば、どのサイズのどのカラーが売れているのかっていうのを目視することができます。そういった客観的なデータに基づいて、どのようなサイズがよく売れているのか、どのカラーがアマゾン市場だとまだ出回っていないのかなどなどしっかり しっかりと調べた上で、じゃあよく売れている商品を出そうだとか、よく売れている商品とあんまりまだ出回ってない商品を折衷案で出そうだとか、ご自身なりの方向性を決めてピンポイントで出していくっていうことが大切です。ご自身なりに方向性をしっかり決めれば、それによって売れたとしても売れなかったとしても原因がはっきりしているので改善の余地があるっていうことなんですね。目つぶってなんとなくかき集めて全部出すようなやり方だと、ご自身でもな なぜそれを出したかっていう論拠の部分っていうのが乏しくなってしまっているので成功しても再現性がなくなるし失敗しても何が間違っていたのか反省する余地がなくなってしまいますので物販だけでなくどのビジネスもなんとなく進んで成功するようなことっていうのは基本的にあり得ないと考えて自分なりに自発的に考えながら方向性を明確化していくっていうことが要になります3つ目サイズバリエーションについての見解の甘さここは気をつける必要があります 特にアメリカアマゾンで販売される方は日本や中国の M サイズとアメリカの M サイズって全然違うんですね。マクドナルドの M サイズのシェイクも日本とアメリカだと全然大きさが違うことからもよくわかる通り同じ M サイズっていう名前でも大きさは異なってしかるべきです。よってアメリカアマゾンで M サイズを出そうと思った時にアリババの M サイズを買い付けてそのまま出せばいいっていうことには大にしてなりません。さて今回の本 問題。初回のテストマーケティングのやり方についてお話しします。繰り返しになるんですが、絶対的な答えはないので、あくまでも目安として捉えてください。まず商品数っていうのは、6商品から10商品ぐらい。1つの商品については、3バリエーションから8バリエーションぐらい。1つの商品、1つのバリエーションのロット数は、1バリエーション、3ロットから5ロットぐらいを目安に買い付けていくことをお勧めしています。資金については、これもその形で、 の資金力によって全く話が変わってくるんですがだいたい10万円から20万円の間で買い付けることを一つの目標としてみてはいかがでしょうか最初の不慣れな買い付けで30万円も40万円もかけるっていうのはなかなか難しいと思いますしとはいえ5万円で総コストを抑えようと考えても結局商品代金の倍ぐらいは国際送料もろもろで手数料がかかってしまいますのでほとんど買い付けられないことになってしまうんですね ライフだけ出すだとか、アパレルのこれだけ出すっていうことだと、いろいろな商品、どれが売れるのか売れづらいのか、ならびに一つの商品のどのサイズ、どのカラーがよく売れるのか売れづらいのかっていうことをチェックするテストマーケティング、お試し販売の目的っていうのが達成できなくなりますので、コスト的には10万円前後。 からら万円弱ぐいいいいを目安にすするといいと思いますじゃあ、このいろいろな指標の中で、どれを一番最重要視すればいいのかっていうと、やっぱりご資金だと思います。背に腹の問題ですから、20万円分買い付けたくたって、それを買い付けてしまうと、資金が枯渇してしまうようであれば、10万円とか十数万円に抑えるべきなんですね。そして、まず資金がしっかりと決定すれば、おのずと3ロット買い付けるか、4ロット買い付けるか、5ロット買い付けるかっていうこともはっきり っきりしてくると思いますし3バリエーション買い付けるのか4バリエーション買い付けるのかっていうのも決まってくると思いますし6商品買い付けるのか7商品買い付けるのかっていうのも分かってくると思いますもちろん商品代金以外のコストっていうのは代行会社によって異なりますのでまずは商品代金の2倍ぐらいお金がかかるんだろうなっていうことをざっくりと頭に入れておいていただいた上で代行会社に見積もりを出してもらってそこから改めて微調整していけばいいと思いますと というわけで今回は初回のテストマーケティングの注意点3点とどのような目安で買い付けていけばいいのかという話をさせていただきました。今回の動画参考になったなって方、は、よろしければ高評価チャンネル登録の応援いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。